はいえー、皆さん、こんにちは。ジュンです。えー、本日は、ジャウム・コレット・セラ監督のブラック・アダムを見てきたので、えー、こちらを紹介したいと思います。えー、ブラック・アダムっていうのは、DC コミック、えーと、スーパーマンの方の会社ですね。えーまあ、こちらで、映画ドットム・コムさんからあ紹介を拝借すると、えーまあ、ドウエイン・ジョンソン、ロック様ですね。 えー、彼を主人公にした DC コミックのィシコミックの中の、えーまあ、ダークヒーローアンチヒーローブラックアダムに、えーまあ、彼が扮するアクションエンターテインメントですと5000年の眠りから目覚めた破壊神ブラックアダムかつて彼の息子は自らの命を犠牲にして父を守りその父力を父に託した <laughs> マジかよ、もう <laughs> これなぜ笑うかっていうとこ,れこの文章見ないで言ってるんですよねまあロック様だし、まあ、DC の私立だからとりあえず見ておこうかなということで、まあ、見ちゃったのでああ見なきゃなと思ってねで要はね今読んだ一文っていうのは実は一番最後に明かされるその なんでっていうところにつながってくる重要な事実なんですよね。なんなんこの映画ドットコムてか見た見てこれ書いてねえだろほんとに。マジふざけんなよ。<laughs> ちょっと映画ドットコムさんや。やらかしてんぞお前。あ、もう下地でしって。<laughs> はい、でブラックアダムの力は息子の命と引き換えにして得られたものだったってこれマジで終盤でようやく出てくるからねもうこれネタバレ注意とかじゃないよね映画ドットコムがネタバレしてんだからさもう俺のせいじゃないよな <laughs> でそのことに苦悩と開墾を抱えるブラックアダムは息子を奪われたことに対する復讐のためその強大な力を使って暴れ回り破壊の限りを尽くす。 うーん。尽くしてないんだよね <laughs>。そんなブラックアダムの前に彼を人類の脅威とみなしたスーパーヒーローチームジャスティス・ソサイエティ・オブ・アメリカが立ちはかだかると、えー。ブラックアダムと対峙するヒーローチームジャスティス・えー、ソサイエティ・オブ・アメリカの メンバー JSA のメンバーで、えー、魔術師ドクター・フェイト、えーまあ、彼をピアス・ブロンスナンが務めたよーって、まあ、彼がね結構頑張る役で出てくるのとうんちょっとなんかもういいや <laughs> まああと出てくるのがあの要はあのー、翼を持ったね、えー ホークマンっていうね鳥人間とあとは風を操る嵐を操るって書いてあるけどそんなあれあの、えー、とマーベルのストームほどじゃないけど風を操れるサイクロンとあと巨大化する、えー、要はアントマンです、ねえー、のアトムスマッシャーっていう風になってんだけどいやーまあねうーんあそっかジャングルクルーズで一緒だったんだジャムコレット・セラ監督ねうーん えー、まあまあ、あのー、まあ全部忘れて見に行ってください、ぜひ。<laughs> まあ見に行って、ね、えー。僕のチャンネルはね、基本的に見に行ってることを前提な人にね、または見に行く気が全くない人にこう聞いてほしいかなと思うので <laughs>、まあいいのかな。<laughs> いやー、マジですごいね。映画の中では本当にのの何の、何の前情報も入れてないで行ったから、 えとその5,000年の眠りから目覚めた破壊神ブラックアダムかつて彼の息子は自らの命を犠牲にして、えー、父を守りその力を父に託したっていうふうになってるんだけど要は、ね、こ,のこの事実は本当に最終盤えっ、ー、とどこだろう最終盤最最後の最後じゃないやえっ、ー、とえっ、ー、と要はね、えー、と幕の最後ですね 1>, 1幕2幕3幕のうち2幕の最後でようやく明かされる感じなんですよ。まあそのためにえっとブラックアダム自身はそれを、まあ、反省して、えーまあ、自分のそのあまりにも強すぎる力えっと設定的に言うと映画内の設定的に言うと、えー まあ、地球の中では、地球人の中では一番強いという感じになっているらしいんですけどね。えっと、要はシャザームの要は5人に分かれた力を全部1人で持ってるみたいな感じらしい、ぽい感じでね、分かれてたんでね。えー、いやーちょっと、あまりにもこの紹介文が衝撃的すぎて、これが全部を持ってった感じがするなー まあね、あのこの少し前に、えっと、アップしたテンスラを見た後にもう直後に見たんで、えっとまあ、テンスラどうせそこまでじゃないだろうなっていう、まあ、こっちも何の前情報も入れないで言ったんだけどあの、まあ、予想通りだったので、えーまあ、テンスラ見て、まあ、ま,あまだブラックアダムの方が面白いだろうと思ってブラックアダム最後に最初最後っていうかあの次に見て、まあ、帰ってきたところなんですけど まあまああのあ前前段階のこう予想通りな感じでね、えー、ブラックアラームの方はあのこのこの解説なければ超面白いよ <laughs>、うん、最後のねこう本当に本当にラストシーンのこう掛け合いと展開とかもまあねヒーローものいっぱい見てる人だったら楽しめる展開とかあるし、えー、ちゃんとコメディシーンはコメディシーンになってたし うん、まあねなんかちょい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 こう出てくる、えっと、最後へのこう伏線とかっていうのもまあすごく良かったし、うんまあ、ブラックアダムの、うん、ブラックアダムがこう最後の戦いに勝利するところもまあ良かったなっていうかまあまあでも良かったなってほどでもないな今回はそうでもないそうでもないかなうん。 ヒーロー映画として見ると、だからあの、ブラックアダムの力が強すぎちゃうんだよね。もっと弱くないと、こう、なんかヒーローっていう感じでもないっていうか、だからシャサムはその辺、よくできてたんやね。あの、強大な力を持っていたとしても、それが、それを持ってるのが、ほ、まあ、本当子供だから、それをうまく扱えないというところに、こう、物語の展開があったと思うんだけど、 今回はね、まあ、おっさんですしまあ、といってもその力を従前と使えるかっていうと、えーまあそのまあ、シャザームのシャザームを作り出す魔術師たちからあの直接こう彼は力を得たわけじゃなくてそれを託されちゃったというかあの渡されてしまったがために そんなに力をいっぱい使ってないんだよね。長期間使ってるわけじゃなくて、めっちゃ短期間のうちの話なので、えー、まあ、過去も含めてね。なので、まあ、あのその辺の、うまあ、といってもな、敵も、こう、び今回ヴィランになっていく日とも、じゃあ、その力を手に入れて、それをうまく使えてるかっていうと、まあ、そうではないというか、力手に入れてすぐ後だから、まあ、全然そうでもないし、 何て言うかその未知の未知のスーパー,ーストーンをどう手にするかみたいな話になっちゃってるしなんかその辺がう,うまくない面白みはそんなないかなっていう今回の面白みはもう嫌がおにもドゥエイン・ジョンソン「ロック様」っていう役者さんがもうだいぶ だいぶ年齢いってるでしょ、うん、で、そのあの悲しげなね、感じの、まあ、もう50歳なんか、50歳なんだ、ロック様。で、まあ、この50歳のおっちゃんがですね、あのー、まぁ、あ、ちょっと、まあ、あのー、ピリッとしないヒーロー、アンチヒーロー、ブラックアダムになるよっていうところが一番面白いところなんで、まあそこだけ見てくれればいいんじゃないかなっていう感じですよね。うん まああとは、ヒーローもの、うんと、なんだ。マーベルに比べれば、ずっとずっと、こう、なんかヒーロー同士を戦うのがね、やっぱ DC 好きみたいね。<laughs> うん。ヒーロー同士戦わせるのが人好きなんだろうな、きっと。うん。でもなんか、でもそ、そその路線で行っちゃうとさ、もう、 そのヒーローのパワーで本当にぶつかり合ったときに、それで済みますかっていう感じになってきちゃうから、ね、なんかそれもあんまりなんで、国会もの一番、一番被害を及ぼしているのって、ジャスティス・ソサイエティ・オブ・アメリカなんでね、なんだかんだでね。あの、それでいいのっていう感じだよね。他の、要は、要はアメリカのヒーローチームが、アメリカ から多分試合受けてんでしょあ受けてねえのかなどうなんだろう。てかよく、この j ャ s ティス JSA のことは僕全然知らないんで、うんまあ、最初にあの JSA が発出,出撃をするところのシーンとか、もろ、えー、X-Men、どっちが先なんか知らないけれども、 X-Men で500回見たわ、5万回見たわっていうあのシーンが出てきて、あの笑っちゃうんですけど、なんかそれをね、なんか X-Men の,あのよりも桁違いに、こうな,なんていうか、えー、80年代ロボットアニメ風にこう描いてですね、えー、いるところがこうすげえ笑っちゃうんですけど、<laughs> 今、思い出しても笑うわ<笑>で、まあ。そういうい そういう、なんつうか、あの、細かい笑いがちゃんと今回は笑えるというかですね、あの、テンスラの映画の方、テンスラの映画の方はコメディシーン全く笑えなかったんで、あの普通に笑えるし、まあいいのかなっていう感じですね。あの、本当にね、映画館で見てください、ちゃんと。ねまあ、あの、まあ、残念ながらねあの、退場しちゃう人もいるし、 その辺も含めて見て楽しめる作品なんじゃないのかなという感じですかね。まあ今後どうするかわかりませんけどねうん。まあ、まあやっぱりこう、ドウェイン・ジョンソン、自分がこう、制作が入っていても、その、ただにかっこいいキャラっていうよりは、まあ一個引いたというか、一個乗せた。 キャラクター作りをしているし、まあ、今後、うん、いろんな人と関わってくるだろうなと、といろんなヒーローと関わってくるだろうな、というの含めて、えーまあ、楽しめる、楽しむための、えー、まあ、布石というかね、まあ、そのために、時間とお金を使っておくのもまいいのかなと思います。まあ、それほど実は人が入っていないので、そんなに長くやらないと思うから、 まあ早めにもう真っ先に、えーまあ、ヒーローものちゃんとたしなんでる人たちはあの言っておいてください。はい、まあ、今日はこの辺かの全部持ってかれたわこの映画 .com のあの紹介文で全部持ってったこいつ <laughs> マジで見て書いたんかよ本当にマジで見た絶対見てないでしょう なんか向こうの映画の紹介文をほそのまま翻訳したかさ何ていうかあのー、うんといや結局そのアメリカ本国本国っていうかまあアメリカでね最初に多分出てるわけだからそっちでは当たり前の話かもしれないけどさうんだってスーパーマンがさ異星人だって話とか知らない人なんていっぱいいるわけじゃん <laughs> そういうのを そういうのを、その、物語上映画の中で明かされるであれば、重要なシーンとしてね。やっぱ出しちゃいけないよね。うじ、ん、ゃ映画撮っとことマジで反省して <laughs> と思います。はい。ということで、えっ、ー、と、今日の紹介は、えー、監督名を忘れった。えっ、ー、と、ジャーム・コレット・セラ監督のブラックアダムでした。あぜひ映画館でご覧ください。 ということで、ではまた。